皆さんこんにちは、ドクター P です。本日もスタジオからお届けしています。早速ですが、今回のテーマはこちらです。はい、普段はすごく元気で運動もして体を鍛えていたような人が、特に誘因なく体がだるくなって起き上がるのも辛い状態が続く病気があります。倦怠感をきたす病気は山ほどありますが、検査しても原因不明で診断がつきにくい病気には、慢性疲労症候群や起立性調節障害、うつ病などがあります。また副腎から出る副腎皮質ホルモンが欠乏したことで起こる副腎不全という病気がありますが、これもしばしば診断されずに見逃されています。副腎不全とは一体どんな病気なのでしょうか。どうして見逃されてしまうのでしょうか。それではスタジオを出て解説します。まず最初に副腎不全について解説する前に、副腎と呼ばれる臓器について解説します。図をご覧ください。副腎は腎臓の上に一つずつあって、皮質と髄質で構成されます。皮質ではアルドステロン、コルチゾール、副腎アンドロゲンといった3系統のステロイドホルモンが作られ、髄質ではアドレナリン、ノルアドレナリン、ドーパミンといったカテコールアミンと総称されるホルモンが作られています。次に3系統の副腎皮質ホルモンについてもう少し解説します。まず糖代謝を調節しているグルココルチコイドの代表であるコルチゾールは、糖代謝、脂質代謝、アミノ酸代謝、水電解質代謝、骨代謝、免疫などに関与し、生命維持に必須のホルモンと言われています。次に水電解質を調節しているミネラルコルチコイドの代表であるアルドステロンは、腎臓に作用してナトリウムの再吸収及びカリウム排泄を促進しています。最後に性ステロイドである副腎アンドロゲンは、弱い男性ホルモン活性を有しています。それでは次に最も重要なステロイドホルモンであるコルチゾールの働きについて解説します。表をご覧ください。コルチゾールは肝臓での糖新生、タンパク分解の促進、脂肪分解の促進を通してエネルギー源となる血糖値を上昇させる作用があります。また弱いミネラルコルチコイド作用によってナトリウムの貯留とカリウム排泄作用があります。その他抗炎症作用や骨代謝、中枢神経系への作用などがあります。それではストレスホルモンであるコルチゾールは体の中でどのように調節されているのでしょうか。ストレスや日内リズムなどの刺激によって、視床下部から CRH というホルモンが分泌されます。CRH は下垂体前葉を刺激して副腎皮質を刺激する ACTH というホルモンを分泌させます。ACTH は副腎皮質を刺激してコルチゾールを分泌させます。しかしながらコルチゾールが上昇すると、今度は視床下部および下垂体に対してCRH や ACTH の分泌を抑制するようにフィードバックがかかります。このようにコルチゾール分泌は視床下部下垂体副腎系によって巧妙に制御されています。コルチゾールについて学んだところで、次にいよいよ副腎不全について解説します。副腎不全は正式には副腎皮質機能低下症と言いますが、副腎皮質ホルモンであるコルチゾール、アルドステロン、アンドロゲンが欠乏した状態を言います。図をご覧ください。副腎不全は副腎自体に病変のある原発性副腎不全と、副腎に命令する下垂体や視床下部に病変のある続発性副腎不全に分類できます。原発性はコルチゾール以外にもアルドステロンやアンドロゲンも欠乏しますが、続発性はコルチゾールの欠乏だけです。それでは副腎不全の原因にはどのようなものがあるのでしょうか。原発性副腎不全の原因には表のようなものが知られています。日本で実施された全国調査の報告によると、患者数は1年間で660例と推定されています。原因としては自己免疫性副腎皮質炎が最も多く、しばしば他の自己免疫性内分泌異常を合併します。次いで感染症では結核に多いと報告されています。その他
悪性腫瘍の転移やアミロイドーシスなどの浸潤性病変、敗血症に伴うもの、薬剤性などがあります。次に、続発性副腎不全の原因には表のようなものが知られています。最も多いのはステロイドの長期投与によって起こる遺伝性の副腎不全です。その他、視床下部や下垂体の腫瘍、 ACTH 単独欠損症、リンパ球性下垂体炎、下垂体卒中などでも起こります。冒頭で副腎不全はしばしば診断されずに見逃されることが多いとお伝えしましたが、それはどうしてでしょうか。どのような時に副腎不全を疑うと良いのでしょうか。それでは、原発性と続発性の副腎不全の症状を示した表をご覧ください。続発性と比べた時に、原発性副腎不全を特に示唆する所見には、塩分渇望や色素沈着があります。倦怠感や食欲低下、体重減少といった症状が多いですが、こうした症状は他の多くの病気にも当てはまります。低血圧は副腎不全で見られることが多いですが、しばしば起立性低血圧のみ示すこともあります。したがって副腎不全の多くの症状は人食い的であるため、疑うことができず診断が遅れてしまうのです。副腎不全を疑った時には検査をしますが、検査の方法にも注意が必要です。診断の流れについて一部抜粋した図をご覧ください。正確な検査のためにはコルチゾールを早朝に測定する必要があります。また次の段階ではコルチゾールの分泌を促す ACTH の負荷試験が必要です。どうして早朝の検査や負荷試験が必要なのでしょうか。血液中のコルチゾール値は早朝に高くなり、夜間に低くなるといった生理的な日内変動を示します。運動やストレスによっても上昇することから、採血は基本的に早朝空腹時に約30分間の安静が正午に行います。副腎不全でも軽症例ではコルチゾールの基礎値が正常範囲内に保たれている場合があります。そうした場合でもストレスがかかった時のコルチゾールの追加の分泌能は低下しているため、このことを証明するために ACTH 負荷試験が必要になるのです。スライドの参考文献です。これで本日の講義はおしまいです。ご視聴どうもありがとうございました。